どうも皆様こんにちは、グリードです。今日の動画は衝撃のラストです。衝撃のラストっていうこのフレーズが定番すぎてなんかあんまり衝撃感がないんですけど、今日は本当に衝撃のラストです。今日のカスタム構成このような形になっております。この AK74U ね、課金で、購入したんですけども、これですね。ナックルバスターっていうね。まあ、パッと見るとこれ自体はあんまかっこよくないですよね。でもなんかバレる部分とか、なんかガムテープ、これガムテープだよね。ガムテープでなんか補強してあるし、あんまかっこよくないんですけど、まあバレルとかをね、他のバレルにこういう風に変えると、まあなかなか悪くないんじゃないですか。このグレーと赤のねバランスがなかなかねかっこよくて、ちょっと購入してしまいました。カスタム構成、まあスペツナズでエクステンド、スペツナズグリップ、GRU、KGB っていういつも通りの形になってるんですけど、動画ではこのエクステンド使いましたけど、一番ね上のバレル使ったんだけど、まあ普通にタスクフォースでいいと思います。このバトルパスの画面で左スティックを入力していただいて、でこのね真ん中に大文字でグリードって入力すると、僕のことをサポートできます。まあ僕のことをね応援していただける方はぜひねサポートよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。あ、痛い。一旦まずこの回復して、これ登って B 一本ナイスキル。さあ、どんどん前押ししていきますよ。さあ、ここに安定のこのポジ入って、早めに入れたからバレてないんじゃないかな。まだ来るよね。1枚やって、2枚目がちょっとやれなかったんですけど、これ横ジャンプして、おー、マジか、今の負けていく。ただ、マンションなので、投げ物入れれば今倒せるんじゃないでしょうか。どうだ？ OK。うん、B は大丈夫そうだね。センター2枚。エイムは完璧エイムだけは完璧。まあ、C の方が有利なんで C 欲しいんですけど、お、あー、手伝ってくれなかった。悲しいやつ。さあ、一人で取っていきますけど。よしよしよし、あらあら。詰められてしまってるな。右にも赤手あったけど、一旦それはスルーしつつ、前に集中していきましょう、一回。おー、壁抜き？なかなか公開マッチだよね。壁抜きしてくるプレイヤー少ないですからね。珍しいですね。さあ、どうだ？うわ、今上にいたな、多分。これはまず一旦引いた方がいい。2階から撃たれてしまうからね。お？なんか、角つくよ、角つくよ、大丈夫か？よし、2階行けたぞ。2階にはいない。外周カットして、俺もジャンプ地でカットで、1階からこんにちは。で、もう1枚。で、これ2階逃げるというわけですね。で、後ろスタン入れて、ヒットしたね。動き止めつつ、外周チェック。で、これジャンプ地で、回避しつつ、で、これ削って、逃げられるか、これ。おー、危ない。で、もう一回2回行くと。あー、追いかけられてる。さあ、ウォーマシーンどうだ？まだ溜まってないか。さあ、リスキルしようとしてる時はしっかりとカットして、あれだけ前前線上げたからね、ここでポイントいけるんじゃないかな。あー、敵さんもなかなか打ち合い強いな、今回。いいぞ、いいぞ、熱いぞ。お、右のスモーク。これは敵のだな。敵のだけど、ちょっと利用させていただく。なんで見えてるんだ？うわー、さあ、サーマルつけとるって AK にサーマルつけてスモーク焚いてんのか。なかなか極まった装備やな。さあ、あ、これ敵の AK だな、多分。接近していきましょう。バレてるかな。ワンチャンバレてないと思うんだけど、バレてないね、ラッキー。1枚やって、どうだ、いいとこまで入れたぞ。 OK、 ナイスビナイスビ。外周行ったけど一旦スルーして、そいつやって、あ、これ逃げられっか。おお、来るぞ来るぞ。ああ、なんで、ドミビー、ドミビーにあるトロフィーで死んだんだけど。はあ、そんなことある？範囲広すぎじゃないですか。いや、やべ、ここにも、ちょっともうおかしいでしょ、トロフィーの範囲。いやー、まずいですね。せっかくのトロフィーで、ちょっと連続キル、トロフィーじゃない、ウォーマシーンで連続キル繋がってないというのは、かなり厳しい展開だな、俺な。まあ、センター先やっちゃおうか、追いかけよう、これ。おぉ !2 回入り込んだ。オッケーオッケー、でかい。やりくるだろうな。まだ来ると思う。右外周いないのであれば、で、それ、センサーマインじゃなくて、フィールドマイク壊しつつの、全然取れてないっていうね、これね。
ナイス。で、ドミリー、いやー厳しいどこも行けない。出てくる、出てくる、出てくる。そっちかい。危ない、削った。これハッキングしていく。何をハッキングしたんだろうね。トロフィーだ。これは美味しい。で、ここ詰めていって、今の勝てないか。何回か C には入り込んでるんですけど、リスポーンまで変わるまでには行ってないね。で、これ死ぬな。さすがに一人では厳しいです。敵の空爆。多分右には落としてないでしょ。この遠距離削れない。足をするね。やばい。くわー、厳しい。敵、エアパトロール使ったね。なるほど、エアパトロール持ちがいるということね。それが分かっただけでも。あれ、なんか、武器が変わったんですけど。ハッキングしようと思ったら武器変わったんですけど。いやー全然いけないな、これ。これ逆転いけるかな。さあ、後半戦ということで、まずは、こっち有利側なんで、どんどん B に突っ込みたいところですね。これ、まずね。うわぁ、さあ、ここで左レーン取って、敵の空爆 B に落ちてきてるね。うわ、カバー早いな。パーティーさん ?B 取れたね。でも多分敵の、お、ハープ出た。ハープ出していって、全然映ってないな。で、B 取られてるから、そいつカットしておいて、これ敵のかな？味方のっぽいな。よし、これに合わせて前線プッシュしちゃおうか。うぅ！あとちょっとで V トル出るから、この V トルにかけよう。パッと見、エアパッド積んでるの一人っぽいからな。お？あ、エアパッド出てきたかな、今。でも、ここでエアパッド逆に使ってくれるのありがたいな。おぉ、カバー来た。よし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 。ここで V 取る。エアパッド出してきた後に V 取る。よーし、行くぞ。1枚。2枚目行かないか ?2 枚でしょ。さっき、脇盾はさすがに倒せない。どうだ、建物出てきた。削って、2階もいないか。外周倒すでしょ？いいね、いいね、いいね。で、落としてくるね、そろそろ。もうエアパッド出してきたんか。早いな。でも全然逆転あるぞ、これ。さあ、どんどん建物入りましょう。で、2階取って安定。おー、これ戻って1キルできるか？さすがに厳しいか。で、ウォーマシーン溜まった。登ってくるでしょ。もう1枚やれなかったか？チャーリー、あ、湧いちゃったか、さすがに。うわ、出たー！サーマル AK や。でも、大丈夫、リスポンは大丈夫。これ敵、味方じゃなかったの？ナイス。さあ、B が取られている。ここで、ここのね、裏ルートから B に接近。わーお。私たちには時間がありません。ダブルキル、これ B いける、B いける。みんな上がるぞ。目の前来てるかも。ジャミング置いて、よし。わお！スモークでエイムアシスト切れてたな。よし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 。このまま B 取ってれば、ある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 。全然ある、全然あるよ。オッケー、ダブル。ん？ナイス。B 撃てるな、これ。あぶね！こっち右行かない方がいいね。もうバレちゃってるね。それ左か通るな。危ねえ、体力削られてたけど。ナイス。あ、グラグラ。ああ、危ねえ。バレてるよね、さすがに。どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。いやー、ウォーマシーンあればなー。もうすでに100キルいってたと思うんですけどね。キルストも全く今回キルできてないもんね。1枚削って、B 真ん中入られたけど、まあ1人だけぐらいだったらスルーした方がいいな。どちらかというと、敵リスから湧いてくる敵を優先的にカットして、で、B 来た敵はあと1人なんで、ここね、後ろ、後からカットすればいい。さあ、上登ってくるやつ絶対いるでしょ。なんだ今の！フラグが落ちたと。
殉教か、何個か空爆落としてくれないかな、ないかな。これスライディングでいっちゃいましょうか。うわー、タイミング悪い。やばい、 B が落ちる、 B が落ちる。 5B5B5B。 あー、もう厳しい、厳しいよ。敵の空爆さらに一旦身を潜めて、この1キルからスタート。わあ、いやー負けるなこれ。ママとどうだ、激アツ激アツ。3枚3枚3枚で、スライディングで B 入って、うわなんか隠ったぞ。ナイス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 。熱すぎー、熱すぎ熱すぎ。1枚やった、危ない、伏せて。 B ポにもいるな。でもこれ一旦左やった方がいいな多分。大事な局面でこそ近道は禁物で、ウォーマシーン使っていく。よしよし、で B 入って、3人で入ればあっという間。ウォーマシーン、ウォーマシーン、ハープ全然映ってない。うお、どうだどうだどうだ。いやーこれ3点取り、2点取りた2点取りで足りるのか。あー B がまずい、急げ急げ、 V 取る。どうなってるどうなってる、点差がわからん、点差がわからん。いやパトロール来た、おお、うおー、やばー、201対200、うっそー、初めてや、こんなん初めてだよ。うわー、やばーこんなことあるの。いや今回ね、キルストリークが、スコアストリークね、スコアストリークが全然刺さらなかったので、連続キルがねかなり続いてなかったんだけど、まあでもでもでもいやー、とりあえず勝ててよかったね、ナイスファイトと思っていただけたらグッドボタンぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。